もくんチャンネルです。はい、今回は、ザ・スナップキットのラクプラですね。はい、これ青島さんのキットなんですが、今回はこの日産 S30 フェアレディ Z カスタムホイールですね。で、色がサファリブラウンっていうやつですね。はい、それを作っていこうかなと思うんですが、これは僕のねオリジナルの色で、やってみたいかなと思います。箱のこのね Z の色も、中の部品のボディですねとかの色もこういうオレンジっぽい色になってますので、ちょっと違う色ですねにしてみたいかなと思います。で、前回紹介したのがはい、こちら、こちらはミッドナイトパープルの R33 のスカイライン GTR ですね。はい、これを前回は紹介しました。はい、これはねボディの色っていうのはもうそのままの色で、窓枠ですね、窓の方とこういう、ハザードのとこですねと後ろのテールの色分けですねだけを僕は色吹いてましたが、これはボディはもうそのままでやります。で、この今回作る Z ですねっていうのは僕のオリジナルでね色を変えてみたいと思います。まあ少しだけ部品の紹介しますんで、このねラクプラ Z の方も1ヶ月ほど前かなに部品は紹介してますので、サクサクとちょっと部品紹介します。少しお待ちください。はい、少しだけね部品紹介します。まあ、前回紹介した R33 の GTR とほとんど部品は変わらないんですけど、まあ、内装のね、ちょっとしたとこと、まあ、ボディとかですね、 R33 よりちょっと小さいかなって思うんですけどね。はい、ボディはこういう感じの色なんです。はい、でちょっと色をね変えてみようかなと思います。はい、シャーシの大きさもねこの R33 とはちょっと違いますね。まあこっちの方が Z の方がね小さいように見えます。はい、はい、こんな感じですね。まあとりあえずね32分の1は32分の1です。はい、幅がねはい、まあちょっとこっちの、GTR の方が大きいかなとは思います。はい、まあなんとかね、かっこよく作っていきます。ごめんなさい、カメラの状態がね、まあ、悪かったので、今ちょっと変更しました。で、これ Z のダッシュボードですね。はい、こんな感じになってます。で、これがまたまたシールタイプのデカールですね。はい、Z のエンブレムですね。はい、メーター類とかもいっぱいありますね。はい、
でハンドルとか、これはテールのパーツとかグリルのパーツかな、はい、になってますね。でタイヤと、でこれがカスタムホイールですね。はい、こんな形のホイールになってます。でガラス面と、ヘッドライトとかテールのクリアパーツですね。はい、でバンパー、前後のバンパーとかはメッキですね。はい、これもね、説明書ではやっぱりボディのとこにガラス面を先につけてからの方になりますね。はい、で、僕ねちょっと日産車の色ではないんですけど、実車の色買ってきました。はい、これ鈴木の、鈴木車用ですね。鈴木の車の色ですね。はい、実車のやつなんですけど、ミステリアスバイオレット P っていうやつですね。はい、これまあ売ってるとこで見たらちょっとね紫っぽいような感じの、はい、色になってましたので、これを買ってきました。はい、青色なんか紫なんかっていう感じの色なんですけど、それをこの Z ですねに吹いてみたいかなと思います。はい、まあ、ちょっとね、これはミステリアスバイオレット P っていうやつっていうのは上吹きなんで、まあ下地とか中間の色とかっていうのはちょっとお楽しみください。はい、まあちょっとね色分けをしてから、作っていきますんで、少しお待ちください。はい、お待たせしました。はい、今ね、もうほとんどの色を吹きました。上吹きもねボディの方をして、先ほど紹介した、これはスズキ用ですね。はい、実車のスズキ用のミステリアスバイオレット P っていうやつですね。はい、それを使って、この箱の色ですね、箱の色から、はい、ドンとこんな感じの色になりました。前回ね紹介した33の GTR のミッドナイトパープルとほとんど変わらないですが、見比べてみたらこちらの方がちょっと濃いような感じの紫の色ですね。はい、これ下地がね、シルバーのサフです。はい、で中間の色に蛍光ピンクを入れて、でその上からこのミステリアスバイオレット P っていうやつですね。はい、それを吹いたらこんな感じの色になりました。はい、これね、3回吹き、上吹きを3回吹きました。はい、ならこんな感じの色になりました。はい、Z
ではこのね、S30 の Z には珍しいような感じの色になりました。はい、僕も初めて使ったんで驚きです。はい、それで、こちらが前回紹介したね、ミッドナイトパープルの、はい、色です。この光の加減でね、やっぱこっちの、GTR の方が明るめの色ですね。はい、でこちらがちょっと Z の方が暗いめの色になってますね。はい、まあこれで乾いたらね、組み立てていこうかなと思います。で、内装はフィニッシャーズさんとこのウルフブルーですね。はい、一旦こんな感じの色になってます。でハンドルもねウルフブルーにしてます。まあこのクラクション鳴らすとこですね、ボタンのとこはちょっと色変えます。これはもう手塗りします。はい、でシャーシもね、これウエストブラック、まあシルバーのサフの上にウエストブラックを吹いたらこんな感じの色になりました。はい、タイヤもウエストブラックに吹いて、ホイールもね、ちょっと先ほどのこういう感じのゴールドですね、ゴールドの上に、クリアイエローを吹きました。はい、こんな感じになってます。はい、まあ全部ね部品乾いたら組み立てていきます。はい、まあなんとか乾いて、組み立てて、いけるように、ちょっと頑張っていきます。はい、またあの組み立てる時に、紹介します。はい、少しお待ちください。はい、お待たせしました。はい、これからね、組み立てていこうと思います。まあ、完成までね、やっていきたいと思います。はい、でとりあえずね、先にシール貼れるとこは貼りました。はい、で、まあ、内装のねメーター類のとことか、フェアレディ Z っていうエンブレムのねとこのシールはまだ貼ってないんですけど、それは後からねお見せします。はい、今ねもうエンブレムとか、はい、ちょっと見にくいと思うんですけど、窓枠のメッキのシールとかそういうとこは、はい、こういうドアノブのとこですねっていうのはシールはもう貼りました。はい、でこちらもねクリアパーツの、指示器のバンパーのとこのね指示器のとこと、テールランプの色分けですねもしてみました。はい、あとはもうね、前回の GTR の時はちょっと長めに動画配信しましたが、ちょっと短めにできるかなとは思うんで、ちょっと頑張ります。はい、それでは、説明書通り、作っていきます。はい、またね、ボディの裏ですね、本当だったらこの色です。はい、ボディは本当やったらこの色になってますが、ミステリアスバイオレット P っていう色にしました。はい、
ガラス面ですねをつけていきます。もうパチンと言うたらね、もうそれでつくんで、はい、こんな感じについてます。はい、で次、フロント周りですね。先にフロントバンパー、このメッキの、はい、日産のナンバープレートついてるとこですね、それをつけていきます。またね、ちょっとてるとことか、はい、デザインナイフでちょっとだけね滑らかにします。皆さんはね、まあ紙ヤスリでもスポンジタイプのね、紙ヤスリというか、まあ、ヤスリですねとかも使ってやっても構わないと思います。はい、こんな感じです。そこにこのね、バンパーとこにつけるハザード、はい、の方をつけていきます。はい、じゃあちょっと見にくいんですけど、このオレンジのやつとメッキのバンパーのとこにね、パチンとつけていきます。はい、こんな感じでね、両方ともハザードのとこをつけました。で、フロントバンパーのとこにねはめていきます。ごめんなさい、フロントバンパー、これメッキの方をね、つける前に網状のね、メッシュのこのグリルですね、はい、を先につけます。こんな感じでパチンと、はい、メッシュのグリルをつけてから、先ほどのメッキのバンパーをつけていきます。メッシュのね、グリルですねの方はちょっと向き間違えないように説明書を読んでしてくださいね。はい、こんな感じにバンパーつけました。はい、
で、次ヘッドライトですね。はい、またメッキのね、この丸2つですねがヘッドライトの内側の方ですね。はい、そこにクリアのヘッドライトのレンズがつきます。はい、はい、片方こんな感じにヘッドライトついてます。もう片方ね、助手席側つけます。はい、こんな感じです。次、バックミラーとかですね。はい、無理にね、はめたら細いんで、入れるとこが細いんでね、折れる場合があるので気をつけてください。はい、フロント周りはこんな感じで、はい、バックミラーもつけて、ヘッドライトつけて、バンパーとかもつけて、はい、こんな感じになってます。はい、次リアの方いきます。はい、テールの中側ですね。はい、こんな感じになってます。これもちょっとね、ボコッと出たとこ滑らかにします。でそこにこの色分けしたテールランプですね。はい、レンズを先にはめてボディにはめます。はい、オレンジとかハザードの方が下向きになるようにレンズをつけてください。こんな感じですね。はい、テール、まあ、ブレーキランプの方は上向きですね。赤い方ですね。はい、もう一個片方つけていきます。はい、こんな感じになってます。それをこのリアの方ですね、リアの方につけていきます。外側からね、これは前回作った GTR とは違って全部ね、ヘッドライトもテールも外側からはめていくっていうタイプですね。こんな感じになってます。で、リアのバンパーをつけていきます。これですね。はい、リアのバンパーつけてこんな感じに
になってます。はい。でまあボディはね、あとエンブレムのシール貼るぐらいですね。はい、はい、エンブレムのシールですね、貼りました。はい、サイドも貼りました。で次内装いきます。内装もね、これ、ウルフブルーでやってみました。でメール、メーターのとこですね、はい、メーターのとこをシール貼っていきます。まあセンターのスイッチボックスのとことかですね。はい、スイッチ類のとこのシールを貼って、でまたこれだけやったらね、ちょっと貼るのが弱いと思うんで、綿棒でね僕はちょっと軽く鳴らします。こんな感じです。それをメーターとかのシール貼っていきます。はい、メーターのとこね、シールこんな感じで貼ってます。で、ハンドルのねクラクション押すとこのシールも貼ってます。これをハンドルをはめて、ダッシュボードのとこにねはめて、ダッシュボードを起こして、でまあ運転席でも助手席でもいいんですけど、内張りを上げて、はい、こんな感じに今運転席側の内張りをとダッシュボードつけましたが、これね今思いついたんですけど、まあ今更っていう感じなんですけど、これ内張りね上げて、つけるのはこのダッシュボードの方からじゃなくて、後ろのねこのリア側の穴を刺してから内張りの方ですね、この、ダッシュボードの方にパチンとしたら簡単に、はい、つけれます。はい、運転席とか内装ですね、こんな感じでできました。はい、次は足回りいきます。こんな感じですね、ホイールで、これ引っ張りみたいなタイヤですね。はい、こんな感じになってます。これね、ホイールとタイヤと、このカスタムホイールですね、カスタムホイールのバージョンのラクプラでしたらちょっとね、ちょっとフロントとリアとのホイールの深さですね、リムの深さとかが違うんで気をつけてください。でタイヤのこの
中ですね、この中のとこも太さが違うんで、気をつけてください。はい、これがフロントのホイールですね。リムが浅い方がフロントです。タイヤもね、深さが浅い方がフロントのタイヤになってます。はい、こんな感じで、4セット作っていきます。で、先ほどちょっと言うの忘れてましたけど、タイヤですね、これタイヤとホイールなんですけど、引っ張ってる方、はい、がホイールはめるとこですね。はい、この引っ張りのとこと、普通にこういう裏面があるんで、はい、こっちを引っ張ってる方をね、ホイールの外側はめます。で、シャフトですね、はい、これを2セット、今リア側とでフロント側に1個ずつ今入れて、でこのシャーシにねつけていくんですけど、これもローダウン仕様にします。でマフラーがついてる方がリア側です。シャーシをシャーシのとこにね、シャフトを入れるんですが、上側ですね、はい、2段になってるんで、上側の方をシャフト入れたらローダウン仕様になります。はい、リアのタイヤホイール、はい、つけて、上の段にシャフトを刺してます。でフロントの方もね、上の段に行きます。で片方、もう片方の方をシャフトに入れたら、はいはい、フロントリアです。はい、これで、シャーシとタイヤホイールつけました。はい、そこに、内装の裏と、シャーシの出っ張りのとこですねを刺していきます。はい、パチンと言うたらね、シャーシと内装つけました。はい、そこでボディを後ろからリアの方から刺してフロントに持っていきます。はい、一応できました。はい、こんな感じで、ローダウン仕様の S30 フェアレディ Z で、色がねミステリアスバイオレット P っていうやつですね。はい、実車のスズキ用の、はい、色です。はい、またちょっとねぐるぐるマシンに乗せて、紹介しますんで、
少しお待ちください。はい、お待たせしました。はい、ぐるぐるマシンに乗せてね、フェアレディ Z、 僕のオリジナルの色でね、ミステリアスバイオレット P っていう色ですね。はい、やっぱこのね、ミッドナイトパープルの色より全然違いますね。はい、この光り方ではね、こういう黒っぽいような感じに見えます。で、内装もね、これはウルフブルーの色になってます。はい、こんな感じで完成しました。で、これはね、僕もローダウン仕様で、やってます。はい、まあ箱では箱っていうかね、こういうサファリブラウンっていうやつですねの色になってますが、僕はこんな感じの色にしました。はい、またね、いつになるか、これ今回はね、続けてラクブラを制作動画をねしましたが、またいつになるかわからないですけど、ラクプラのこの R33 のね、 GTR の方のホワイトの方とまた色同じなんですけど、このサファリブラウンの、ハコスカですねの GTR もあるんで、2台まだあるんでね、それをまた今度作っていきますんで、その時はよかったら見てください。はい、それではね、今回はこんな感じで、僕のオリジナルの色で、S30 のフェアレディ Z カスタムホイールっていうやつですね、ラクプラの方で、作ってみました。はい、よかったらこのね、動画も長いこと動画してますけど、よかったら最後まで見てください。はい、それでは今回はこんな感じで紹介を終わらせてもらいます。次回の動画もね、お楽しみにしていてくださいね。はい、お疲れ様でした。ともくんチャンネルでした。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、コメント、グッドボタンをよろしくお願いします。それではバイバーイ。